文芸戦線創刊号の表紙、文芸戦線は、1920年代から30年代に、かけてのプロレタリア文学の雑誌である。1924年6月、種牧区人の後ろを見として創刊。1932年7月週刊。雑誌、種牧区人が、関東大震災の影響もあって1923年に、 体館した後、新しいプロレタリア文学の書き手たちの導入誌として1924年6月に出発した。当初は、関係者の頭文字をつなげて、ここら教というタイトルも考えられたが、あまりにふざけすぎだという意見が出て、シンプルな文芸戦線になった。創刊当初は、平林初之助、青の末吉らが論人を張り、 プロレタリア文学の理論家に力を尽くした。また、葉山義樹、黒島伝次平林太鼓たちが作品を発表し、プロレタリア文学の有力な発表を舞台として認められるようになった。新感覚派の雑誌、文芸時代とともに、新しい時代の先、ブレとして、当時の作家を目指す若者に人気があった。1925年、 日本プロレタリア文芸連盟発足の際には、実質的に機関紙として機能した。その後、プロ連が発展して、日本プロレタリア芸術連盟が結成されると、その中の副本イーズムに影響された、梶渡や中野茂春から批判を受け、それを一つのきっかけとして、老能芸術家連盟が結成されると、その機関紙として位置づけられた。1927年、 山川一氏の論文掲載をめぐって、倉原コレトたちが、老芸を脱退、前衛芸術家同盟を発足させると、文芸戦線は、老芸に残った、いわゆる老能派と呼ばれる人たちの根拠地となり、社会民主主義的傾向を持つようになった。1928年のプロゲとマヤ芸の合同による、全日本無産者芸術連盟結成と、雑誌、戦記総関に対しても、 距離を置き独自のプロレタリア文学を追求したこの時期には伊藤英之介岩藤幸寄らが活躍したしかしプロレタリア文学の主流が戦記にあるとは注目の一致するところでありそうしたことや老芸内部での親分子分の関係のもつれなどから何度も脱退者が出て 二度にわたって、文選打倒同盟が結成されるなどの内部の問題もあり、雑誌名をその後、文選レフト、新聞選と解明しながら持ちこたえたが、弾圧もあり、1932年には、老芸は解散、雑誌も1934年に廃刊した。ありがとうございます。